安倍晴明は鶴姫を召喚し、恋人である越智康成の魂を目覚めさせるために試練の戦いを命じ、最初に選ばれたのは鶴姫の兄である大堀康房であった。鶴姫は兄を倒すも魂を奪えない。自我を取り戻した康房は去っていくのである。転生の術を使った平とジャミを書く魔界少女剣は、前田刑事の要求を受け、生命に越智康成との奪婚の儀式を申し入れる。これを生命が了承し、康成を召喚するが、康成はこれを拒否。しかし康房が現れると一転し、刑事と激しく戦う。この戦いに刑事は勝利するが、康成の魂を奪わずに逆に押し込む。激しく反発する康成である。魔界に突如姿を現した断層の霊人川島よし子。よし子は黒魔術の力で魔界を吹き飛ばすと宣言する。魔界少女剣は影同士を使い、よし子を倒そうとするが、風魔小太郎と加藤団蔵が現れよし子を守る。魔界少女剣は猛牛馬と霊勢高豊を召喚、小太郎団蔵と戦う。激しい戦いの末、猛牛馬が勝利する。平が転生の術を使ったことにより自由を得た猛牛馬は、よし子に朝比奈義秀を召喚することを要求するが、逆によし子に倒される。よし子はさらなる攻勢を宣言し、魔界を去っていくのであった。